セフィードルード川の流域を示す地図セフィードルード川は、イラン高原北西部を流れ、ラシュトのあたりでカスピ海に注ぐ川。源流の一つはアルボルズ山脈に源を発する。全長約670キロメートル。イランイスラーム共和国領内を流れる川としては、カールーン川に次いで2番目に長い。セフィードルードとも言う。アルファベットによる綴りは、セフィドラット、セフィドルド。 セッポドルド、セパデラット等。セフィードルード川は古代のギリシア語文献に見えるアマルドス川ではないかと考えられている。トルクとアゼリーにはキズイルオズイエンと呼ばれる。セフィードルード川は魚が豊富に獲れることで歴史的に有名であり、特にカスピ海のマスと呼ばれるサルモトラタキャスピアスで知られる。セフィードルード川はアルボルズ山脈山中にあるキズイル山川と シャーフルード川を源流とする。これらの川が合流してマンジール峡谷になり、谷幅はターレシュ山脈とアルボルズ山脈の間で広がる。この谷はイラン高原とカスピ海南岸の低地とを結ぶ主要な道になっている。セフィードルード川はカスピ海に流れ込む下流域では交通や灌溉のための水路がいくつも引かれている。 セフィードルード側には1962年にシャーフバヌー・ファラダムが建設された。ダムは基本的に1.86立方キロメートルの水を貯水でき2380平方キロメートルの広さに高地に灌溉を提供する。貯水地は洪水発生を抑制しセフィードルードデルタにおける米国の収穫量を増大させる。また、 同ダムの水力発電施設は8万7キロワットの電力を発電する。ところが、ダム建設により小川がなくなったことにより、生物多様性が減少し、水温が上昇したため、カスピ海のマスやチョウザメの漁獲量が減少したという評価がある。ラッシュと近くのセフィードルード川セフィードルード川は、ギリシア人にはマルドス、あるいはアマルドスと呼ばれており、ヘレニズム時代には、 マルドス川より北の地域にはカドゥス人という山岳民族が住んでいた。旧約聖書において言及されるピション川をセフィードルード川に否定する説もある。ありがとうございます。